はい、こんにちは、ブルーホースです。ということで続きやってまいりましょう。バイオハザード RE4。チャンネル登録ボタン、グッドボタン、ぜひよろしくお願いします。ここら辺の探検とか持ってってスニーキングミッションした方がなんか確実なんじゃないかと思うけどね。さて、どっから進むべきでしょうね。下へ参ります。ああ、射的場のあれだったのか。なんかすげえ、いきなりパイレーツ・オブ・カリビアンが始まるのかよって思った。めっちゃやりたいけど、これは本編進めていった方がいいよね。ルーシーに出てくるまた内間がいたって簡単だろ。そうっすね。素敵なごぼうも用意しろぜ。セスシュ、さあ、ショータイムだ。わ、一回だけやってく？海賊を倒して高得点です。武器や弾は使い放題です。なんと全て無料。特典としてトークンを贈呈、景品、トークンを使ってトークンマシンからチャームを入手せよ。あ、マジでチャームが手に入るのか。ダイナモンドを打つと周りのバトンも打てない。注意、水平線を打つと減点だ。アドバイス、一発の銃では壊せないバトンもある。壊れるまで何度ぶち込んでやれ。特典の条件を満たすと的が追加される。条件はゲームによって変わるぞ。これあれだよね。オーランドブルーム。ごめんなさい。一回だけやってっていいですか。一回だけ本編進めたいところなんですけど、一回だけやってっていいですか。なんかめっちゃなんかディズニー感あるよね、これ。水平線3を打ったらダメで、ドクロは OK、ダイナマイト OK で、デブが200点で、ジャックスパロが400点というところですね。OK。じゃあ行こうか。ピン、1の B。ははははは。なるほど。まあでも、やっぱ1の A からってところかな。2、1。でん。でん。でん。あ、しまった。300。的。あ、そういうことね。リロードタイム。よし。でん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 。頭打ったらなんか倍になるとかそういうあれではないのね。ここでスーパーショット。ああ、下手くそ下手くそ、おつさま、あ、下手くそ。やべやべやべ、ああ、いっちゃった。あ、下手くそだよ、これは下手くそだよ。ちょ、待って。あ、めっちゃ悔しい。A ランクダメだろうな。多分 S ランク行かなきゃいけないんだよな、これな。そうだよね。7000点とか行かなきゃいけないんだよな。すべての海賊をボーナス発生。うわー、悔しい。もう一回やりたいけど、本編進めないといけないと思うので、こっち行くわ。あー、これはちょっと2周目とかでこれだけのパートとか作ってやっていこうかね。足りねえのかよ。Thank you。 そういうことだったのに。なるほどな。うわー、原作にのっとって射的まで残してくれてるこの親切設計を、カプコンさんマジで本気出してんな。ちょっとあんま詳しい話は言えないけどさ、カプコンさん結構今回ガバガバなんすよ、情報が。で、それなんでかっていうと、バイオハザードビレッジ、あ、これも速攻。あれか？そうそう、バイオハザードビレッジの時に、プレイ動画が情報流出しちゃったんですよ、海外の方でね。ところが、それが、思った以上の反響があって、なんかすごいゲームが予想以上に売れたっていう事実があったらしくって、で、そのおかげで、やっぱり情報はできるだけ出して期待感をこう増していった方がいいんじゃないかっていうので、今回バイオ RE4 がうわお、オオサンショウウオというよりなんかワニっぽかったけどな、今な、リアルだな。でかっ、あの小屋まで行くって感じなのかな。で、こっちはあの小屋の、あー、じゃあ向こうに行くってことなのね。 OKOK。 そうだから今回はなんかプロモーションビデオとかプレイ動画とかなんかありとあらゆるいろんなのを出してたっていう話っぽいんですよね。あれでもなんかこっち普通に進んでいく道っぽいな。あれ、じゃあさっきのなんか登っていくのは何だったんだろう。こっちは
って Shit. God damn it. あ、びっくりした。あ、これ多分あれだな、めっちゃ敵出てくるんだろうな。てか、あのボ…あー、おっさん来たよ。あ、いった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 。回避ができないんだよ、こう一瞬すぎて。やべやべ、使う。あ、なんだ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 。ちょっと、テンパりすぎ、テンパりすぎ。落ち着こう、落ち着こう、落ち着け、落ち着け。よし。ほら。あー、ちょ、待って、今度は回避ボタン出ねえし。やべ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 。めっちゃ向かってきてるわ。あれで味方やってくんねえかな。よし。よしよしよし、一体倒した。おっくく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 、メレーボー。沈んだら分かんないんだよな。あ、いつの間にか、いつの間にかハンドガンがなくなっちまってる。やべ。よいしょ、これで、これで、メレーできな、あ、メレーできるできるできる。よし、オッケー。あ、ちょっと待って、うにゅう、うにゅうにしてる、うにゅうにしてる。あ、またまた。息子が大きくなることはボッキーン。あー、ちょっと、あー、来てる来てる来てる。あーって早いし、接近戦ではカバの方が早いってか。おら、はあ、よし、違うんで、よしでもなんでも。あー、もう回復アイテムも一気になくなっちまったな。そう、今回攻撃力高っ。まさかそういうオチになるとは思ってなかった。ちょっと待ってよ、ガンパウを使って半玉でも、半玉サブマシの方を使ってた方がいい。あー、ちょっと思ったら素材が足りなかった。全然ねえじゃん。じゃあいいや。あー、ドラッツォ、入りはうまいぞ。なんだチューンって言ってる。え、ナイフかなんか飛ばしてきてない。ナイフじゃないよ、弓矢かなんか飛ばしてきてないか。ガンパウダよし、オッケー。ドンデスタース。あ、ちょっと意外と、意外と弾がないぞ。あ、メダリオンがあった。あれ、待って、敵、あ、いてててててて、危ない危ない危ない。ああいうのもパリーでパキーンってやった方がいいのかな。あ、いって、あ、いって、いって、いって、連続攻撃か、くそったれ。せっかく、おら、あ、またまた夫婦喧嘩バーが来てる。よいしょ、夫婦喧嘩は良くないよ。あ、首の骨折れ、罰金。目がガン開いてんだよな。あ、なんで2発撃っちゃった。でも今なんか、あ、なかった、なかった、なかった。あ、ライフルの弾、やった。ライフル、いる？なんかさっき、さ、なんかどっかから弓矢を、あ、そうだよね。どっかからパシュパシュ撃ってるよね。どこだ？え、違う。あ、こっちか。あいつだ。ほら。よし、オッケー、オッケー。で、ここにどっか登れる場所はないの？ヒュン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 って、意外とあれだね、弾がたまらないね。また嫌な音が鳴ってるよ。あ、これか。あ、ってなれば、あぶれあぶれあぶれ。いやー、嫌な予感がする。もうちょっと離れろ。あ、ちか、オッケー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 。爆発資産、よいしょ。肩こりにはマシンピストルが効くんでやんす。はやっとるよ。そうか、ここピッピピッピ言ってんのね。あ、やべやべ、あぶれ、間違えちゃって。ああ、もうワウドン、ワウドン。ああ、ちょっとマウスの位置が良くない、マウスの位置が良くない。オッケー。ああ、またウニウニしてる。ウニウニっと、オッケー。え、
あ、2個入ってる。あ、2個入ってるなんて親切設計だね。で、よいしょ。あれを、こう、ちょっと待って、まだなんかどっかいるパスを。どっかに敵がいるパスをやな。アンティークパイプ。え、どこで、もしょ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 言ってる。ああ、めっちゃ来てたわ。ハゲチャビン隊長。ハゲチャビン隊長。メレイ。お金だけが浮いてきた。今のところ他でウニョ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 言ってるのはなさそうだ。ね。よしよしよし。イヤホンつけてやってる。敵の音とかがさ、普段なかなかつけてやらないから、細かな音とか聞こえなくて、気づいたら敵が近づいてるとか、ギミックになってボーンってなってるとかっていうのがあるんで、すごい助かるよ。メダリオン、ここに5個あんのか。それ探すのも大変だな。見つかるかな、うまく。あ、これね。オッケー。よいしょ。ピキッ。サイコブレイクみたいだね。なんか解除の仕方がね、なんかね。サイコブレイクの前はあれなんかなんかこちょ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 ってやってるけど、あれちょっと待って、地図が分かんなくなった。めっちゃこれ小麦粉がいっぱいあるんだろうな。これ降りていいのかな、大丈夫かな。あー違う違う違う、こっちではなさそうだったね。すごい夕方になってきてる。時を感じる。でこっち降りたらでもなんかもう戻ってこれなさそうな感じするね。あ、またあった、メダリオン。六角形のピース。二つ。だこれは、キーアイテム同士で、これ、あ、違う、調べるだわ。単に調べるだけだ。え？射撃、イエローダイヤモンド。あ、サファイア、いつ、あ、ん？サファイアがいつ、あ、違う、サファイアは、無理。ぽいっすね。じゃあいいか。よし。装填、ここにあるってことはまた出てくるんじゃないか。ほら、あーなるほどね。なんとなくの予感だけど、これを取ったらあのボートあったじゃん、タール。だからあれボートそのまま向かってったら多分使えなかったんだよ。ってか先にこれなんだ今、なんかどっかからシューシャーって言ってたけど、取ったら多分敵がいっぱい出てくるんだよ。だからね、ここにね、こいつがあるんだよ。その前に、こう、ちょっと、拾いそうなアイテム拾っとこう。縦にバイオやってないっすよ、僕も一応。初プレイで、こんなんだから下手くん？え、これ。すげえマークが気になる。え？さっきからすごいシャー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 。ここ原作だとさ、ヘビがすごいさ、泳いでたじゃん。なんか何匹かくらいか。ね。敵の登ってくるところをナイフで切るみたいな、そういうチキンプレイはできない。メダリオン、青のメダルを。あ、アイテム。アイテムは、あいっ！しまったー！音聞く前にやっちまったー！これは。うわ、やってもうたわ。初チュドン。初。あれ？ああ、今のでバレたか。チュドンやっちまったな。いたよね。いる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 。オッケー。よし。あれ？強くない？おめえさん、ボーガン、ボ、あ、ちょちょちょ、違うんで、そんなさ。オッケー。よいしょ。あ、近い、危ない。近づいてくるときは、お近く通りますよ、旦那って言ってくんなきゃ。また来てる？あ、来てるね、超来てる。
あめっちゃ来てるわ。ドンデスタス。フリフリ、あのフリフリしてる時とかも普通に食らっちゃうのかな。ちょっと待って、敵これどこ行った。ああもう登ってきてるわ。よし、オッケー。これで、あーしぶといな。あちょ、チキンプレイできんじゃんこれで一応。ほいほい、うわー、オッケー。あれ、あ、ちょ待って、全然くる。あーまだ耐久力は結構つ、あーやばい。ほい、あーでもやっぱ減っちゃうね、だいぶ。よし、オッケー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 。これで、これでもう敵の追加はないのかな。大丈夫そうかな。なんかしれっと出てくるよね、なんか敵が。やっぱりあの4の時と違ってあの音楽とかもなんかあるわけじゃないから、気づいたら近寄られて終わる。あ、次アイテム出た、ありがてえ。あれ、あ、あ、違う。そうで、じゃあ戻ろうか。こっちもそうで、ん、あもう一瞬さ、画面の端っこに爆弾が映って、あ、おうおうおう、すごいすごいことするな。爆弾が映ったから、もうまた俺やっちまったのかと思った。こっちは、あ、さっき言ったところね。アイテムも、あ、あ、一応救急スプレーがあったらラスト1個残ってんのか。よし、ちょっと出て、こういうところがね、なんかね、エクスパンショントレジャー教会にもあるのか。特に、あ、採掘場あったんだ、取れじゃしまったら見逃してん。あ、ハンタモブ取り逃してんじゃん。結構取り逃してんな。あとはここら辺は特になさげかな。よし、で、取ったらどうせ敵がめっちゃ出てくるから気をつけながらって思ったけど、いないんかよ、出てこないやん。いないのね、いないのね。めっちゃ出てくると思って警戒しとったけど全然出てこやんやん。よし、オッケー。じゃあ戻りましょう。戻る道こっちでやってんのかな。が上から降ってくるとかそういうことね。親方、空からシータがっつって、あーコーヒーが目にしみる。ここは特に大丈夫かね。あー、ありがとうございます。よいしょ、かん。本当にあれだね、グリーンハーブとか出てこないんだね、つら。なんか思い切って初めからこっちに行ってみたけど正解だったんだね。ボート燃料は発電機用とまとめて保管して必要な分のみ加工所まで取りに行くこと。合ってたね。あ、じゃあこれ普通に今からさ、これお、あ、降りたら戻ってこれないのって感じだったけど、そんなわけでもなす。あー、じゃあ初のボス戦、釣り道具が置いてる。タンスにゴンゴン、日野のニコンはさ、すごい警戒してんすよ。あのパート2くらいでさ、思いっきりやられたからね。今回って湖パコパコ打ってたらさ、中からうげーって出てきたりとかあんのかな。あと魚食えたりとか。あ、これなんだ、あと1個足んねえのか。なるほどね。そのあと1個どこかで拾ってこなきゃいけないんだけど、それがどこかってなんだよな。すげえ、あ、やった、イエローハーブだ。あ、ちょっと待って、イエローハーブ、あ、でもイエローハーブもありがたいんだけど、結局ね、グリーンがないから回復させられないんだよね。お邪魔しました。てかこれこっち行って大丈夫なの。もう挑んで大丈夫、挑んでスターで大丈夫。あ、でもあそこ、あっち行こうっつってたもんな。とりあえず武器商人のあれは無視して、トクトクトク、
ってことは常にこれガソリン入ってないボートだったってことなんですよ。それともみんな毎回使い切ってるってことなの。よいしょ、降りて引っ張ってられて敵が、あ、お城がもう見えてる。へえ、すげえ細かっ。早速始まる？何もしてないんだけど。あ、ちょっと待って。うわぁ、嫌なところでエンジン止まるなぁ、これまた。エルラゴ戦、どんな戦い方になるんだろう。うわぁ、すごい緊張する。押す。おぉ、そうなるよね。なるほど。自分の意思とは無視して。てか、レオンもよくさ、調べもしないであんなごっついのがいるっていうのを分かりながら、だよね、これ、乗ったらボス戦になるんだ。流木がプカ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 してるぞ。あー、なんかすごい嫌だ。嫌だよね、飛んできたよね。おお、牙がめっちゃ生えてる、牙がめっちゃ生えてる。おー、これ大丈夫大丈夫。あ、やっぱり紐で引っ張られる系男子だ。やばいやばいやばい。ほっほっ、よし、あ、ちょっと待って、下手くそだ。あ、ボートに耐久力がある。ほい、 AD で避ける。あ、これでも操作しながらいけてるぞ。おーおーいおー、いけてる。ほっ、近っ、超近っ。あ、でもそうか、なるほどね、紐がリアルになってるのかな。ほっ、すごいリアルになってるってことだな。おちょ、おー、波打つ。ってことは今回この紐がちぎれてなくなるみたいなことは、そういうオチはなくなり、そうだって言おうとしたらなくなっ、そうでもなかったわ。引っ張って。どっから来る気、本当にどっから来る気。来た。よし。これ何発当てんのよ。もう10発くらい多分当たってるでしょうよ。モーリー無限ってなってる。モーリー無限。おお、なんか今回生きのいいオオサンショウウオだな。京都水族館でもこんなにでかくて生きのいいの見たことないぞ。よいしょ。あー、ちょ。そういえば、最近なんかオードリーの春日さんがさ、なんか動物園のペンギンの上に落ちたかなんかで、まあ、実際にペンギンの落ちたかっていうあれじゃないけど、すごいなんか園長が誠に遺憾ですみたいなニュースになってたじゃん。あれってなんか動物園っていうか水族館って、その単なるパフォーマンス的なあれじゃなくて、研究も兼ねてる施設らしいね。初めて知ったわ。単に、え？ちょっと、え、本当にどこ行った？お、危ない、もうちょっとで食われるってことあった。危ない、親切設計じゃないな今回な、だいぶ。おお、息が良すぎる。体に緊張がほとばしる。しぶとい、本当にもう その名の通りしぶとい。その名前の通りではないな。おっしゃる通り、全然食らってないけどな、こっちは。あ、なんか動き方がすごい だいぶ荒くなってきてると。待って。あー、外れた。今回でも海に落ちるみたいなめんどくさいことはなく助かるね。ボート自体がやられたら終わりなんだね。ちょっとさっきの攻撃自体もつって、初めて食らった。出て。静まりすぎた。あー、だいぶ攻撃的になってきてる。ほら、よし、オッケー。ちょっと待って、体力高くない、しぶとくない、本当に。よし、ほら、あ、よし、おいとき、た、倒した。え、違う、まだどうなった。あんだけ刺さったらさすがに出血多量と失血で死ぬだろうよ。出血多量の失血死するだね。あ、やばい、発作が始まる。あ、で、その地に反応してまたジョーズが今度やってくるよ。やばい。あ、そこで寝るのはレオンか。
なんだったっけ、あの、あ、終わった、ちょっと待って、あれだよ、あのラストシーンなんだよ、忘れちゃった。あ、セミシグレだ、セミシグレのね、どうでもいいね。ここでチャプター、蝕まれゆく体、こだわりの一品、あ、武器を解除するね。オーデルラゴを倒した、まずは埋めたべダメし、あ、これ4つだけなのね。はい、あ、またなんかなんだかんだ時間かかったな。うん、ダメって、あ、でも火ダメージ、火ダメージめっちゃ減ってる。へー、オッケー、じゃあタイプライターに進みたいところではあるんですが、一旦ここら辺でね、終了させていただきたい。まあ、デルラゴよく倒した、頑張ったぞブラウスっていう方は、ぜひ、ね、チャンネル登録ボタン、グッドボタン押していただけたら幸いでございます。ということで、本日の動画は以上とさせていただきます。また明日お会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。